最近気になってるゲーム、最近気になってるゲームなー、なんか最近というよりかはあれなんですけど、基本的にドラゴンズドグマの続編が、あとあれだね、やっぱり今年エルデンリングのダウンロードコンテンツが出るのかどうかっていう、出てほしいなみたいな、やりてえなってなってて、ただねストロークもなんだかんだでね、あの大会終わったからまたちょっとランク上げたいなと思ってて、ランクやりたいんですよね。やりたいものがちょっと多すぎてね。で、あとやっぱりそのゲーム以外にもちょっと自分の企画とか動かさなきゃいけなくて、結構家にいる時間が少ない時あるからね、ゲームしたいんだけどね。いろいろ千代さんのバレンタインデー事情が聞きたいです。学生時代結構もらう派ですか？自分は昔よく作ってみんなに配る方でした。配る方だったね。ただ配るっていうのもすっごい安い、もうそれこそブラックサンダーをさ、普段遊んでる友達に感謝の気持ちで、まあよろしくやでみたいな感じであげる感じだから、そんなちゃんとしたチョコとかじゃなくて、本当に普段お菓子あげる感覚であげるみたいな、そんな感じ。そう、友チョコみたいなはやってたね。これ変、なんて言ったらいいのかな、難しい問題でさ、もらったら嬉しいけどさ、お返しのこと考えたらさ、あんまり相手に負担かけたくないじゃん、やっぱり。って考えたら、別にこれお返しせんでええな、みたいな、ちょうどいいチョコレートの規模って、なんかブラックサンダーとかさ、あるじゃん。そう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 。Thank you! Thank you! Thank you!